トレーシー・レッツはアメリカ合衆国の俳優、劇作家、脚本家である。1965年、オクラホマ州タルサに生まれた。母親は作家のビリー・レッツで、父親は大学教授兼俳優のデニス・レッツ。高校卒業後はダラスへ移り住み、ウェーターなどで生活費を稼ぎながら舞台演劇のキャリアをスタート。20歳の時にシカゴへ渡り、 シカゴを拠点とする劇団ステッペンウルフシアター、カンパニーに参加。主要メンバーとして様々な演目に出演しているが、俳優のみならず、脚本にも携わっており、自身が執筆した儀曲、8月の家族たちがステッペンウルフにて2007年に初上演された。同作品は高い評価を得て、その後はブロードウェイにおいても上演された。作品の高評価は、 2008年のトニー賞、ピューリッツァ賞技曲部門への受賞にもつながった。ちなみに、同作品は2013年には、メリル・ストリープ、ジュリア・ロバーツら豪華キャストでも映画化された。現在は、テレビドラマや映画などでも、精力的に活動を重ねており、様々な作品へ出演している。一時は、女優のサラ・ポールソンと婚約していたが、後に破局し、2013年に、 同じく女優のキャリー・クーンと結婚した。現在二人の間には一人息子がいる。ありがとうございます。